どうもふむむチャンネルのふむむです。今日はですね、以前におまかせ出品の方で、ノートパソコンを おまかせできないということで、今ですね今晩に、一応自分でオークションかけまして、その結果が出る予定です。でその関係で私ノートパソコンがなくなってしまったので、先日ですね、購入しました。でこちらが今出てるこちらがですね、私が購入しました、エイサーの日本エイサーの商品ですけども、なんで こちらに購入し直したかっていうと、前回のやつもあれ前回もエイサーだったかな、とにかくですねスペックがすごすぎて、電池バッテリー持ちが悪かったと。なので今回はですね、やっぱりバッテリー持ちがまあかなり半日ぐらい持って、なおかつ前回はやっぱり重いんですね。なので、もう少し軽いのにしました。なのでインチ数も若干落として、スペックも若干落として、にしました。では今回ですね購入したものの名前がですね、エイサーの14型ノートパソコン Swift 3スパークリーシルバーっていうものですね。私が購入したのは、D ポイントを使って107,784円なんですけども、実際アマゾンでは今これは99,800円ですね。これは消費税込みなのかな、なんですけども、ただですね、ドコモの場合は20倍のポイントがもらえるってことなので、こちらの方が安かったので、ポイントを考えると、なのでドコモの方の D ポイントの方で購入しました。アマゾンではですね99,800円で売っています。しかも今日頼めば翌日に届くという品物ですね。でしかも私も本当はレッドの方が良かったんですけど、シルバーになっちゃってます。しょうがないですね。一応スペックの方を言いますと、これスペックがですね、A さんノートでコア i5 ですね。で256の SSD ハードディスク、それからメモリが8と、で Windows 10が入ってる内容です。で重さはですね、かなり少なかったはずですね。ちんたらこんなの4枚より開けてみましょう。一応ね、あっちの方はカットで入れときましたので、ビヨンと。あ、ちなみにこれすごく重要、この箱、これ、それからこれ、これじゃあこれはドローンが入ってます。今日売れたら発送します。でこれと、というようにかなりですね、ちゃんと届けられました。ものすごく軽快で、G20 のようにですね、かなり、ちゃんと医者ってくれたようです。でこちらの方は私の方が事前に先ほど開けときましたけど、この中では今日はですね開封動画という感じですね。こんな感じです。ビョーン、中も厳重になってますね。後々のためにちゃんと取っておきましょう。よいしょよいしょよいしょ。ちょっと置いちゃいますか。よいしょ。素敵。さらにまたビニールが、
ここにまだシールも貼ってありますね。すごい。なかなかすごいですね。高級感があります。うん。重さもですね、かなり 1.4 キロぐらいしかなかったはずですね。片手で楽勝です。そして、開けると、さらに、なんかもう高級感が漂ってますね。はい。こんな感じです、中は。で、フル HD の、まあ、フル HD ですね。1080と。それから、インテルの、見えますか。コア、アイコ。これ、第8世代ですから、最新版です。これが、ついてます。画面はどんな感じなんでしょう。こんな感じですね。まあ普通にありきたりな感じですね。これがそれからまあ必要な書類とかでしょうね。よくわかんないですけど、エーサーのこれ何ですか。トリセツですか。それから、うん、これも簡単な。取説ですね。セットアップガイド。それから、まあ、インフォメーションセンター。これ、なんか、これ、こういうの折れちゃってるの嫌なんですよね。まあ、しょうがない。これのね、あんまり好きじゃないですね、私は。まあ、こういうものが入ってます。それから、クロノンド。あ、これ、保証書ですね。これ、ちゃんとしっかり、後で出さないと。それから、こちらの何だ。ああ、これはすごいいいですね。あ、すごいいや、これは、うん。これ、充電器ですね。充電するための、ご飯が炊けたい音が鳴ってますけども、気にせずやりましょう。充電器ですが、これすごい、何がいいっていうと、かなりちっちゃくて、携帯性があって、本当に軽いですから非常に便利です。あ、今まで見た充電器の中で一番ちっちゃいな。これは多分相当いいですね。私も今までノートパソコンいろいろちっちゃいの持ってましたけど、これが一番いいです。非常に便利そう、うん、というわけで、ちょっとこいつはどかして、今日はですね、開封動画ということですけれども、大体1時間ぐらいですね、使ってみて使用感とか、こんなとこが良かったとか悪かったとかっていうのは、これから上げていきたいと思います。一応ですね、Amazon の金額とかを下の方にリンクさせておきます。ドコモ皆さん買わないと思うんで、Amazon の方をリンク貼っておきますので、よろしかったらですね、この後のレビューもしたいと思いますので、よろしかったらチャンネル登録の方をお願いいたします。以上、説明ベタなふむふむが、レビュー開封動画を初めて上げてみました。よろしくお願いいたします。ではでは。